はい、ちょっと お休みになってるから、すいません、歩きます。申し訳ないです。いえいえ、ごめんなさいね。とんでもないです。ちょっとここやっぱり場所が場所なんで申し訳ないです。わかりました。ご協力ありがとうございます。携帯とつながってるんですか？携帯ではないんですけど、インターネット経由でつながってるんです。これ何の機械なんですか？これは、ユーストリームという放送を行う機械で、はい、今日そのカメラというかビデオカメラに近づいて、そうですね、それでネットでやるような感じですか？はい、ビデオカメラに、はい、なんだろう、インターネットで送る機械がついている状態です。はい、すごいですね。今今こういう感じで映っている。あ、すごいですね。というわけです。すいません。すいません、どうも。このあの辺ですかね。その結局デモを見に来たんですけども、デモというか今日やって一応予定されて、今やってるのはあそこのあっちですか、左側。あ、いや右側の。じゃあここを渡っていけば。そうですね、こちら今渡ってます。ありがとうございます。沖縄でも福島でもそうなんですけども、成田でも農地強奪の動きがあって、でそれにまあ反対してやってます。で PPP はやっぱりこの今三里塚が置かれている状況と全く同じで、まあ、資本の儲けのためだったら農業を売り渡してもいいっていう、そういった攻撃だと思うんですね。でやっぱ生きるためにはやっぱ食べることがなくてはならないし、病気になれば医療にかからなきゃいけない。でそういった生きる根幹に関わるところをやっぱ企業の金儲けの道具に変えていく、そういった TPP にはやっぱ絶対反対で戦いたいというふうに思ってます。でそうです。やっぱ福島や沖縄の置かれている状況と三陸川の置かれている状況で、僕たちは僕が生まれる前からもちろん三陸川の戦いっていうのはあるわけですけども、絶対反対で国策に対して戦い続けて、今もやっぱり誘導路なんかがヘロ地に曲がってると。でそれがまっすぐにしたいから、農民を守るべき農地法を使って強制収容をやろうとしてるわけですね。で、まあ、知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、大木米さんの強制大執行以来の42年ぶりの強制収容ということを今裁判が今年度中にも決心かというような状況にあります。でこの問題はやっぱ一人ただ一軒の農家だけの問題じゃなくて、やっぱ全ての人の未来のかかった問題だというふうに僕は思ってます。こんなデタラメなやり方で農地が奪われてしまったら、やっぱ260万農家全てがTPP によって壊滅的な被害を受けるわけですよね。やっぱ三陸川のように戦って、この TPP も含めて沖縄の問題も福島の問題もやっぱり命よりも金儲けを優先する、そうした社会の在り方が問題だと思うんで、これを根本的にひっくり返すために皆さんと共に戦いたいというふうに
新しいパンフをも作ったんで、もしよければ帰りの時にでもぜひ一部100円なんで買い求めいただければと思ってます。今日初めて参加させてもらったんですけども、また、TPP 反対で戦っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。僕も TPP やった方を、反対しているわけですけれども、やっぱりこれは、農民だけの問題です。やっぱ、そもそもその TPP と輸入作物が入ってきて、農民が被害を受けることはもちろんだとは思うんですけれども、その普通の労働者だってやっぱこう、食料の値段が安くなれば賃金だって下げられるとは思いますし、そういった意味でも、その全国民的問題だとは思います。あとその多分 TPP を推進しようとしている側の、一応政治家なり、大企業の人たちなり、一般的に国民って言ったらやっぱこういう人たちも含めて言われるわけですよね。多分、政治家とか国民の声を聞くとかこう、もしくは国益とか言っても、多分それは、その国民って多分政治家とか、大企業の人たちが、いわゆる国民なのであって、我々は多分あんまり国民扱いされてないんじゃないだろうかとは思うわけですけれども、はっきり言って政治家に物言ってあんまり変わるとはあんまり思ってはないわけですけれども、それでもやっぱり言わざるを得ないやっぱりこう、僕ら一応三立とかという問題が来てるわけですけれども、これだってこう、そもそもなんか住民の話も聞かずに空港をいきなり作ると言って、こう空港を作るから出てけっていうやり方をされたわけで、なんか未だにこういう問題が続いているわけです。それでもってこういう三立とかの問題だったら、住民がなんかこうやたら過激だとかなんかことを言われますけれども、そもそもやっぱ最初はやっぱこう政治家とか県の人たちに、待て待てそんな話はやめてくれ、空港を作るのやめてくれってやっぱ言いに行ったけど、それはこう県の人たちにやっぱ門前払いとかされたり、やっぱ国会の人たちも多分言ったとは思うんですけど、やっぱりそこでも門前払いされたわけですよね。そういうのがやっぱりこう彼ら政治家とかそういうのは、私たち一般の庶民というか、一般の農民なり一般の労働者なりの声を聞くのではなくて、全くもってこう大企業のための政治しか行わないとは思っています。だからこうここにこうやって人が集まっていることの方が言ってしまう重要なわけで、私たちは多分ここにいる人たち多分なんていうか、政治家やっぱこうね、ほかっといたら絶対なんかどうしようもないことをするから、こうやって言うと、例えば政治家はなんかこう、一応政治家に物を言ってそれで聞いてくれればそれでいいわけで、だからまず声を上げることはやっぱそれは大事なので、ぜひみんなで一緒にやりましょうということですね。お、頑張りましょう。ありがとうございました。初めて来てくださったということで本当にまた次回もお願いします。それではもう一人ですね、緑の党の共同代表の勝呂直さんがいらしてくださったので、一言お願いします。皆さん寒い中お疲れ様です。緑の党の共同代表をしております勝呂直と言います。ありがとうございます。緑の党というのは世界90カ国以上の国と地域にある緑の党の、日本の緑の党です。連携して活動してます。おしるこお兄さん、あそこで、今日は豚汁を作ってるお兄さんもそのメンバーです。豚汁持ってきたお兄さんもそうなんですが、思うにですね、日本のこれまでのその社会のあらゆる制度がそのみんなこういかにこのグローバル資本主義の中で勝ち抜いていくかとか、経済成長し続けられるかとか、そういう視点で全部作られてきたと思うんですね。でそういう中でもうここ10年20年ほとんど成長してない中で、結局それはもう行き詰まってると、もうそこで勝ち抜いていこうっていう考え方はその元での制度、いろんな制度を作っていくのはもう限界だっていうことはもう明らかになっていて、しかもたとえ数パーセント GDP が上がったとしても一部のその企業とか大企業とか資本家しか豊かにならないと、普通の庶民はそれで豊かになるわけじゃないっていうことも分かってきた。じゃあ私たちこれからどういう社会に変えていけばいいかって言ったら、やっぱり各その日本の各地域で地方で医療とか
福祉とかエネルギーとか、食農業とかそういうもので、地域でもっともっと仕事を作り、そこで物とお金が回るっていうことに力を入れていかなきゃいけないっていうことがだんだんその分かってきたわけですけど、この TPP っていうのはもうそれに逆行するようなあの形でもうさらに世界の中で勝ち抜いていかなきゃいけない、アメリカの思うままに日本があの一緒になってそこでより一層の激しい競争に勝ち抜いていこうというそういうものになるわけです。そうするともうより一層やっぱりそういう、私たちがここで気づかなきゃいけない、転換しなきゃいけない岐路に立っているのに、全く逆の方向にますます日本が崩壊する方向に行ってしまうということがもう明確だと思います。だから私たちはやっぱり、それは絶対に阻止しなければいけないと思うし、それが分かっている、人たちがやっぱり、分かりやすく多くの人に伝えていかなきゃいけないと思います。で私今年の、去年ですね、ドイツに、脱原発の視察に行ってきたんですけど、ドイツではもう本当に各地域で新たに再生可能エネルギーの、仕事じゃない、再生可能エネルギーを地域で作る自治体で 100% 自分たちでエネルギー作るっていう地域がもういっぱい増えてるんですね。でさらにそれが、地域内で余っちゃって電力、エネルギー余っちゃって何倍も、私が行ったとこは9倍ぐらい作っちゃってるので外に、売ってるんですよ。そうすると外から今まで石油を輸入して、その輸入っていうか外から買ってこなきゃいけなかったお金が外に出ていかないし、かつ自分たちで作ったエネルギーを外にも売れるからものすごく経済が活性化、潤って、ですごくね、地域の今まで田舎だったところもそれでちゃんと暮らしていけるっていう風になっているし、そういうところが広がっているんですね。で日本でも実はあまり知られてないけれども、そういう福祉とか農業とかエネルギーはまだですけどね、そういう分野で、田舎の方でもちゃんとそこでものすごく雇用が生み出され、地域が活性化しているところが実はいっぱい出てきていて、そういうことはもう可能なんだっていうことをもう示されているし、私たちはそっちに向かわなきゃいけないというふうに思います。ですので、絶対に TPP、 そのためにもTPP は絶対に止める、そして私たちがオルタナティブな社会を作っていく未来をもっともっと一人一人が生活が豊かに、あるいは本当の意味で豊かになる、そういう社会を一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではですね、もう一人、いつも TPP に関する情報を提供してくださってますが、にゃんとまーさん、元野田くんと、もう今はバラしてもいいだろうみたいな、はい、よろしくお願いします。どうも、ニャントマです。今日は冒頭にですね、拓殖大学の先生の、関さんがお話されたこととほぼ僕は同意見で、実はね、 TPP とりあえず参加しなかったら OK かっていうと、例えばですね、いろんな日本農業新聞でもそうですけれども、TPP はとりあえずやめて、で RCEP とか中間 FTA の方がいいじゃないかみたいな議論があるんですけど、僕はそれもちょっとね、どうかなと思って、怖い。つまり自由貿易自体をね、疑っていかないと、そうだ、結局なんか名前だけ変わって、似たような、あるいはちょっとだけ都合よくしたような制度に、持ってかれちゃうんじゃないかと思うんですね。で実際ね、もうさっき風邪をひいて大風邪だったもんで、もう食えるものがないっていうんで、しょうがないから果物を買いに行ってデコポンを買ってですね、それからあとベニマドンナっていうの、これどちらも日本農業新聞によると5位と7位ランキングされてる果物なんですね。でまあそれで少し良くなってそれ食べて、で普通に生活できるようになってから、まあ、スーパー行くとですね、まあ、デコポン買いに行くわけですけども、肉売り場とか見たら悲惨ですよ。もう絶対勝ち目ないですね。で、この2月、あれなんで2月1日になったのか、今でも不思議です。これ4月ぐらいだったと思うんですけども、米国産牛肉の BSE の規制緩和がありましたよね。で、あれはまたドーッと入ってくるわけでしょ。で、それはまあ、とてもニュースになってるから、それはアメリカ産の牛肉がって話になるんだけど、じゃあ鶏肉売り場とか豚肉売り場行けば、分かると思うんですけど、
ブラジルだの、ペルーだの、なんだ、メキシコだの、いっぱい入ってきてますよね、あの地球の裏側ですよね。うん、で、それに対して日本の、あのニワトリ、あ、じゃあ、鶏肉を農家っていうのは減ってるそうじゃないですか、その分。うん、そうね、結局、その FDA だって、EPA だって、何らか影響あるわけですね、必ず。うん、そうだ。で、ましてやですね、あの、WTO は全然そうなんですね、結局。うん、だ自由貿易体制自体を疑わなきゃいけない。そうだ。自由貿易っていうのは実はそのなんて言ったら昔の帝国主義時代の話なんですよね。うん、そうだ。植民地を従わせるための武器なわけですよね。そうだ。ですから本当には成立したのはほとんどないんですね。うん、で、ある党はその自由貿易国家だからとか言ってる党がありますけど、ナンセンス極まりないんですね。うんうん、だから僕らはでもTPP を通して、でも初めてそういうことも分かったわけなんで、ちょっともう一点ね、あの僕はもうジジイのように見えますけど、そんなに年取ってないんですけど、だから60年安保って実は生まれてないんですよ、当然ですけどね。で、だけどその先輩たちに聞くとね、60年安保はすごかったらしいんです、本当に。うん、要するに普通の街中で、あの身も知らずの人相手に議論が成立したんですって、うんうんうん、歩道でですよ、こういうところで、うんうんうん、で、全国民っていうかほとんど参加した、まあ、闘争だったんですね、うんうん、で、そのゼネストみたいなのも恐る恐るやったりもしたんです、うんうん、だから普通の国民がやっぱ普通に TPP のことを語った方がいいと思うんですね、うん、で僕は今日はあのこの企画に乗ってこの後、あの ハンティーピーピーツアー第3回でね、あのニャントマーと、うん、TPP のない、幸せな未来を語ろうというのを、純米酒と一緒に語りたいと思うんで、まあ、あの参加ご希望の方は残っていただいて僕のところに来ていただければいいんですけど、うん、まあ、とりあえず普通のですね、普通の市民が普通に TPP のことを語って、まあ、それを切り口にしてですね、うん、今言って自由貿易のことだとか、あるいはどういう国家がいいのかとかいうことも含めて、うん、語っていけたらいいなと思ってます、うん、ありがとうございました。今日この後ですね、あ、はい、そのニャントマーさんと熱く語りたい方はぜひこの場に残って見ていただければと思います。はい、じゃあちょっと寒くなってきたのでコールをまた呼びたいと思いますが、当てた方がですね向こうから走ってきます。あ、サルか、あスパイダーマンか、あれじゃマイク持てないと。ちょっと私も初めて見たすごいですね、これ凶暴なスパイダーマン、なんかちょっと警察を呼ぼう、はい、変な人がいますって。ちょっと近寄りたくないですけどね。はい、どうぞ。あ、アメリカからやってきたアメリカだろ、 TPP に反対してるよ。お母さんがアメリカ人でお父さんが日本人だからな。ひどい。Be quiet. Be careful what you say to me. You like understand? Do you understand? ゴール行くぞ。ゴール行くぞ。TPP の参加交渉に入ろうなんてバカ、どこの誰だ、恥を知れ。 TPP に入ったらこの国は滅びるぞ。そうだ、どこの誰だ、ほらいるんだよ、ここに来て勝負しろ。俺はここに来て勝負しろもんだ。おい、行くぞ。TPP はいらない、TPP はいらない。
中から君をやってきた。今日ももう少ししたら豚汁ができるらしいぞ。生姜をたっぷり入れたあったかい豚汁が出てくるみたいだ。豚汁マンという男が作っていたらしい。豚汁って英語でなんて言うの？アメリカには豚汁がない。多分ポークスープそういうのかな。いいかな。はい、じゃあ終わり。はい、ありがとうございました。なんだっけ、ここに来て俺と勝負しろマンっていう名前らしいです。マジ怖いです近寄ったら。はい、ありがとうございました。そしたらですね、また1分スピーチをやりたいので、まだまだ話したいという方、お願いします。どなたでも。あら、ちょっとこの、勝負白マンがいるから、出てきづらいかも。はい、どうぞどうぞ。どうも、すいません。初めて、TPP の反対のあれに参加しました。聞いてて、非常になんか、レベルが高くて、私は普段は原発反対の方で来てる人間なんですけど、まあ先ほども言ってましたけど TPP 反対なら、あ、どこに行くんですか。じゃあそこで言いましょう。やっぱTPP に関しても私はこれはもう本当自立の問題だと思ってます。ちょっと長くなっちゃうんで1分過ぎちゃうかもしれないけど、ちょっと容赦してください。まあ今先ほど自由貿易が反対ということで言ってらっしゃいましたけど、私も全く同感です。で、まあ、こんな問題が起きてきたのも産業資本主義がこれだけ、まあ、なってきた、これの慣れの果てだと思ってます。本当来るものが来ている、産業資本主義が来るところまで来ている。で、これがどういうところから生まれてきたかっていうか、まあ、難しいことを考えてる人はみんな知ってると思いますけど、西ヨーロッパの、まあ、封建制から来たわけですよね。封建制から来た。で、産業資本主義は同じく発達した国として日本、これも封建制ができたからこれだけ発達しているという、難しいことはちょっと省きますけど、これが原因なわけですよね。ですがヨーロッパの場合は、まあ、封建制から絶対主義に来て、その後、まあ、ブルジョア革命が来た。こういう過程で、まあ、契約が持っている上を監視するという力があったわけです。そのために TPP とか絶対主義、その産業資本主義が弱められてきた、上を監視する力があったっていうことがあったわけです。ところが日本の封建制はそういうことが弱いんですね。これはなぜでしょう。それは私なりに言いますけども、日本の封建制っていうのは天皇制を、天皇から征夷大将軍として権力をいただいた、要は比例普通絶対的なものがあった、主権があったわけですね。主権、天皇って主権があったわけです。もしくはお飾りするものが欲しかったわけです。そのために封建制の持つ契約、契約というのは、封建制とは契約ですから、武士と弟子だから、武士と、家臣と、まあ、その下ですか、だから上の者が契約を履行し、あれちゃんと守らなければ破棄してもいいわけですよ。この野郎、上の者がちゃんと約束守らない、この野郎って言えたわけです。ところが日本の封建制はそれがなかったんですね。上のまた上がいたわけですから、そのためにここまで来た。ヨーロッパの TPP とかそういうのが非常に弱い、まあなんとかそういうのに抵抗できるのはそういう理由がある。日本のTPP はこれだけ攻められている、まあ頑張ってますけども、っていうのは我々が本当主権じゃないからなんですよね。戦前は日本で主権は天皇にありました。今主権はどこにあるでしょうか。アメリカ合衆国首脳部ですよね。そうだ、そのためになわけですよ。だから我々は TPP を反対する、もしくは原発を反対するというのは、もう主権の争いなんですね。
私たちが自立するかどうかの勝負、自由を獲得できるかどうかの勝負なんです。ありがとうございます。私の言いたいことはこれだけです。本当自立のために頑張りましょう。本当私はもう一つ言いたいのは本当、ものすごく頑張ってて、例えば原発反対でもね、地元の人たちがすごいあれ反対した人が見捨てられてきたんですよね。ちょっとさっきの話と全然変わりますけど、あれ本当見捨てない、あ本当に反対して頑張ってる人を絶対見捨てたくないっていうのが俺の正直な気持ちです。今どんなに小さくなって頑張ってる人も絶対見捨てないっていう根性で頑張りましょう。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。他の方どうでしょうか。はい、どうぞ。はじめまして。私今回、2回目の参加になります。で TPP のデモに関しては、左右あらゆるデモに参加しております。で私一市民で会社員なんですけど、ここにいらっしゃる方の中ではおそらくだいぶ右の方の人間かと思います。今ちょっと前のスピーチの方の後で話しづらいんですけどもでただちょっと変わり者の右でございまして、ここでオスプレイの、1万人の集会があった時に皆さんと手を握って判定を叫びました。あの時反戦一坪地主の皆さんだったと思います。あと1月27日に、反戦地主の方々あるいは山谷の労働者の方々と一緒に、4000人規模のデモに参加しました。集会にも参加しまして、で銀座の吹矢橋の前で、大特会とかチャンネル桜とか頑張ろう日本のいわゆる保守、いわゆるまあエセ保守ですね、あいつだから罵詈雑言浴びてひどい目に遭った変わり者の右でございます。で、TPP に関してどうかと言いますと、絶対反対です。当然です。なぜアメリカのあのクソ野郎たちに、クソ野郎たちに沖縄、広島、長崎、東京大空襲、非戦闘員だけで90万人を殺してるんです、あいつら。そいつらに日本の暮らしや歴史や文化、食物、命、そして本当の保守というのはこの村だとか暮らしだとか高江のオスプレイの戦っている皆さん、歴史、産がこれを守るのが本当の星じゃないですか。ですよね。それをアメリカのクソ野郎たちに渡していいんですか。それか、それが愛国者か。お前安倍晋三先生、一応先生と言いますよ安倍晋三さんは皆さん愛国者と思いますか、それともアメリカの犬、アメリカのこっち大国党、どっちなんでしょう。売国道らしいですよ、俺さん。お前が愛国者と言うんだったら TPP の即座に会ってしょ。そして自民党に、自民党議員全てに TPP 反対の署名をすぐ探させろ。そしてそれができないやつはとっとと除名しろ。そして橋本とかみんなとか民主党の細野でしたっけ、あの色男に触れてやれ。安倍晋三先生よろしくお願いいたします。どうも先生ありがとうございました。よろしくお願いします。なかなかなんかの演劇のなんか筋がいいって感じがすごい、衣装もバッチリで、はい、ありがとうございました。他にどうでしょうか。どなたか、はい、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。あ、3人でいらっしゃったという方、はい、なんかグループで今日ぜひアピールしたいとおっしゃってた方々です。はい、お願いします。皆様こんばんは。私たちは地球を清める会と申します。地球をきれいにし、みんなが安心して安全に暮らせる世界を作ることを目指して活動しております。一部の大企業が食や医療保険を壊して私たちの、
当たり前に生きる権利を壊す TPP、 そんな TPP には絶対反対です。どうぞ。で、TPP に参加すれば、依然仕組み化食品が増えて食の安全が脅かされ、そして外国の企業が参入して医療や保健福祉の制度が崩されてしまえば、子どもや孫、そして孫の健康や命、そして日本の未来を守ることができなくなります。そして TPP に加入してしまえば、 ISD 条項により福島の原発事故を経験した私たちの脱原発への思いが閉ざされて、そして原発の再稼働や、原発の新設される恐れもあります。そんな TPP には断固反対です。素晴らしい。断固反対。私たち人間っていうのはこの地球の上に他の生命と一緒に暮らしております。それで TPP に参加してしまえば地球をさらに汚して、地球環境を今以上に破壊してしまいます。そうだ。一人一人が立ち上がって、自然との共生を掲げて、そしてみんなで協力して持続可能な日本を作って、そして次の世代へつなげていくことが大切だと思います。皆さんで一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。お知らせがあります。4月の20日土曜日、成城ホールにて、私たち地球救援会が主催します、プロジェクト99代表の阿部義弘さんによるお茶会を行います。TPP や多国籍企業など幅広いテーマのお話し会となります。どなたでもご参加いただけます。地球を救める会ホームページにて受け付けております。当日参加も可能です。皆様のご参加心よりお待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。4月20日このトップ TPP 官邸前アクションの実行委員でもある阿部義弘さんで、今日はたまたま欠席なんですけど、TPP と多国籍企業ということですね。成城ホール20日の土曜日ということで、はい、ありがとうございました。そしたらですね、すでに告知がなされて、しまいましたっていうと変なんですけど、前回寒いので、私たちやっぱ来てくださった皆さんに少しでも暖かくしていただこうと思い、おしるこマンというのを呼びまして、おしるこを配りました。で、今日はですね、調子に乗ったおしるこマンがさらにバージョンアップをして、豚汁マンにも なって今日来てます。豚汁マンさん来ていただけますか。待ってました。はい、で配り始めますので、ぜひぜひ。皆様お待たせしました。豚汁を皆様のために作ってまいりました。豚汁マンです。豚汁マン。豚汁マンは遺伝子組み換えの野菜を決して許さない。アメリカから輸入した、野菜や大豆などを決して豚汁マンは使った食べ物を食べない。遺伝子組み換えや、そういうアメリカの、グローバル企業の思惑に決して私たちは乗ってはいけない。だから毎日食べる食べ物は、皆さん気をつけましょうね。毎日何を食べるか、それが戦いだ。安倍さんの奥さんはきっと食べ物には気をつけているはずです。私は知っています。ちなみに私の聞くところによると、まだ安倍さんはこちらの官邸には引っ越してきていらっしゃらない。3月になったら引っ越してくるそうです。だから今ここで叫んでも、安倍首相には聞こえません。しかしここに私たちが来てこうやって抗議活動をしていることは、安倍首相のみならず近隣の閣僚たちの耳にはきっと届いているはずだ。僕たちが寒い中こうやって集まってきているのはきっとも無駄ではない。これはここに来てくださっているマスメディアの方々をはじめ、
多くの方たちがツイッターで広めて、私たちが毎月火曜日にここで TPP は許さないんだという熱い心を持ってここに行動に表していることを広めてくださっています。だから来週も、来週じゃない、来月もみんな来てくれるかな、来月も来てくれる人はおかわりをしてもいいかもしれない。先月は鍋は一つだったので少なかったのが非常にごめんなさい。今月は、たっぷり用意しました。生姜の千切りも入っているので風邪気味の人はごくごくスープを飲んでください。TPP はいらないぞ。豚汁食べて元気を出そう。異様な集まりになってしまいましたけど、はい、ということで、本当に暖かくて美味しい、あ、はい、用意してますので、順々に配りますので、お願いします。で、もしよろしければ美味しいなと思った方、豚汁もありがとうと思った方、横にちっちゃな箱を置いてますので、なんかワンコインとか1枚とか入れていただけると助かります。はい、では配ってくださいね、お願いします。じゃあですね、もう一人スピーチをお願いしております、自治労連の中央執行委員でよろしいですかね、久保さんにお願いしてます。なんかポスターも持ってきていただいて、はい、お願いします。皆さんこんばんは、初めて、デビューさせていただきます久保と申します。私労働組合から来ましたけども、全国の市役所町役場で働く労働者で作る労働組合で、自治労連といいます。実は TPP ですね、私たちも今全国の市長さんや村長さん、議会の議長さんってことをずっと懇談して回ってるんですけども、全国で市町村の議会言うたら1700ぐらいあるんですか。そのうちの8割がね、もう TPP ストップの決議上げてるんですね。ですからもう真面目に地域のことを考えようと思えば、立場がどこにあってもね、もう TPP とは絶対相入れないと、こんな声を本当に実感をしてます。で、今全国でいろんな懇談していますけれども、例えば高知に四万十川って川、皆さんご存知ですね、はい、あそこの下流に四万十市という市があるんですけども、あそこの市長さんがこういうふうに言ってました。これからの街づくりにとって大切なことは、当たり前で単純なことかもしれないけども、地元のものを大切にすることなんだなと。そうだ、地元の人を大切にすることなんだなと。当たり前のことなんだけども、やっとここにみんな気づき始めてきた。だから街のことは街で作ると。学校給食も子どもたちに食べさせるためには、輸入品じゃなくて地元のおじいちゃんおばあちゃんが作った美味しいものを食べさせてあげようと、そういった事業に街を切り替えようということで、みんながやっと動き出した時期なんですね。やっと気づき出したこの時に、これを正面からぶち壊そうとしているのが TPP なんですね。だからそれを許してたまるかっていうのが、今立場を超えて地域を訪問すればするほど感じています。で、今 TPP 反対には、私たち労働組合だけじゃなくて、もちろん皆さんたちもそうですけども、農協だとか医師会だとかいろんな人が立ち上がってきてますね。これが今全国で広がってるんですけども、もう一つ今地域で言いますと、今日のポスターもこれなんですけどね、一緒に同じことをしようと、農協さんも医師会さんも労働組合さんも市民も一緒のことをしようということで、これ実はこれ滋賀県のポスターなんですけどね、まあ、TPP ストップって書いてますけども、どこが作ってるかと言いますと、この下の字ですけどね、 TPP から県民の命と暮らし、医療と職を守る県民会議というのがあって、ここに市民の皆さんや私たち自治労連も入ってるんですけども、これの事務局をやってる団体名を読み上げますと、滋賀県の農協中央会、滋賀県の医師会、それから滋賀県の町村会、ここが事務局となって、まさにオール滋賀で一つのポスターにして、この姿を形にしようということで、このポスターをわざわざ作って今初め暮らしの運動してるんですね。ですから今まで TPP 反対としてそれぞれみんな声を上げてきてると同時に、今度は同じことも一つやってみようということで、こんな取り組みが今広がってきてるということなんですね。まあ、そういった意味で私たちも
本当に地域の住民の命と暮らしを守るための労働組合として、もう TPP は絶対に許さないと、こんな立場で皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に自治体レベルでいうと、もう反対って言ってるところの方が多いんですよね。ですし、選挙を終えて多くの人がまだまだ TPP わからない中で、でもなんだろうっていうふうに思い始めている。で、ですから選挙後ですね、いろんな地域でちっちゃな学習会が次々行われてたり、なんかわかんないけどなんか論争になってるらしいとかっていうような勉強する方々が本当に増えてると聞いてますし、地域の動きがたくさん起こっていると聞いてますので、ぜひ連帯していきたいと思います。ありがとうございました。はい、今のところですね、豚汁が行き渡っているのは約3分の1ぐらいの感じの、まだこちら側には来てないんですけど、ではコールをやりたいと思います。エミモメモちゃん来てます？あれ、あ、いる、大丈夫？はい、あ、豚汁、あ、豚汁取りに行ったわけじゃない。はい、じゃあお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。寒い中お疲れ様です。今日はちょっと私なりのスプレッコールを考えてきて、ちょっと初めてなんでカンペ見るんですけど、いきます。イエーイ。みんなでストップ TPP。 みんなでストップ TPP。 農業だけの問題じゃない、みんなの問題 TPP。 TPP に参加で盲腸の手術200万。
サルがもう頑張ってる、サルと。はい、じゃあですね、続いてあのテーマコーナーですが、サルでもわかる TPP というのをやりたいと思います。はい、じゃあサルくんお願いします。さっきお帰りになったんですけど、農業新聞の記者さんが毎回来てくれてて、前は野田くんというのがいましたけど、最近は猿一人なんですかっていうふうに聞かれて、あ、そういえばそうだったと。まあでも当面一人でやることになってますが、はい、阿部くんは、ね、まだ官邸に来てないっていうことをさっき聞いたので、じきに現れるかなっていう感じ。じゃあ猿くんお願いします。八重翔くん、こんばんは。こんばんは。なんかこのボードを持ってくれるかな、うん、これまでも何度かこの、TPP 村の村長さんであるアメリカの中のそのさらにボスである TPP 推進アメリカ企業連合というものについて説明してきた。この裏側だ、ここにそのリストがある。その推進企業の一つ、グラクソスミスクラインという会社については以前もう一度説明した。今日はもう一度そのグラクソスミスクラインについて触れたい。またもう一つメルクという会社もある。このグラクソスミスクラインとメルクという2つの会社、この共通点は子宮頸がんワクチンを製造しているということだ。グラクソスミスクラインの商品名はサーバリックス、そしてメルクの商品名はガーダチルという。この子宮頸がんワクチンについていろいろと悪い噂があるのを知っている諸君もいるだろう。このワクチンなどな、ヒトパピローマウイルス16型そして18型というのの感染を予防する効果のあるワクチンである。そして子宮頸がんの原因はそのヒトパピローマウイルスに感染するのが原因なのだという説があるのだ。しかし子宮頸がんワクチンを引き起こすヒトパピローマウイルスには何種類もある。そのうちの2つだけの感染を予防するに過ぎないということが明らかになっている。そしてこの感染を予防したからといって子宮頸がんにかからないという確証はないのじゃ。それははっきり知っているのじゃ。そのことは製造企業自身がはっきりと認めているのじゃ。現にサーバリックスにくっついてくる添付文書、その中にもはっきりと記されておる。こんなふうに書いてあるぞ。免疫原性、抗体価、つまり抗体がどれだけあるかということと、長期間にわたる感染の予防効果及び子宮頸がんとその前駆病変の予防効果については現時点では明確でないとこう書いてあるのだ。つまりこのワクチンを打って感染を予防できたからといってそれによって子宮頸がんを予防できるかどうかは定かでない。それをメーカー自身が認めておるのだ。そんな役にも立たないようなワクチンを国費で無料で打つという定期予防接種に組み込むというそういう法律が可決されようとしておる。というかまだできていないんじゃが、もう今月ぐらいにも国会に提出され、そして可決され、そして4月にもこれが実施されようとしておるのじゃ。しかしだ、このワクチンは役に立たないだけではない、実は非常に危険なのじゃ。たくさんの副作用例が報告されておる。すごく多いのは失神、失神して倒れて骨折した歯を折った、こういった例もたくさんある。またアナフィラキシーショックで呼吸困難に陥ってもう死にそうになる、まあ死ななかったけれども死にそうな、もうひどい発作を起こしたという例もたくさんある。発熱、嘔吐、
あとギランバレー症候群がドーハラレイコが死んだ病気だな、そんなのにかかったり、もうすごくたくさんの副作用が報告されておるのだ。しかもそれは決して一過性のものだけではないのだ。海外ではもう日本よりも前からこうした子宮頸がんワクチンがいろんな女の子たちに接種されておる。そしてその女の子たちの中にはもうそのワクチンを打った後もうずっと体調が悪い、前は何の問題もない元気な普通のティーンエイジャーだったのに、もうそのワクチンを打って以来もう体の調子が悪くてもう学校にも行けない、友達にも会えない、もう 毎日背中が痛くてナイフでえぐられるようだ。もうそんな辛い痛みに日々耐えている、そんな女の子たちが海外ではたくさんいるのじゃ。そういった映像は YouTube でたくさん見ることができる。彼女たちの悲痛な叫びを聞いてほしい。子宮頸がんワクチンを打ったばかりに人生を台無しにされてしまったのじゃ。そんなことをする必要が一体どこにある。子宮頸がんというのはそんなにポピュラーな病気ではないんじゃ。子宮頸がんで死ぬ日本人は毎年3500人ぐらいしかいない。これは10万人に 3.9 人。例えば同じがんでも大腸がんだったら10万人あたり30人以上と全然多いぞ。それに比べたら子宮頸がんなんて すごく少ない病気なんじゃ。そのためになんでそんな少女たちを多大な危険にさらして、そんなワクチンを打つ必要がどこにあるというんじゃ。何のためだこれは。多国籍企業を儲けさせるためだけじゃないのか。幼い少女たちをもう一生後遺症を負うようなそんな危険にさらし、しかも不妊になるという危険性さえ指摘されているんだぞ。そんな危険にさらしてまで効果のないワクチンを打つ、多国籍企業を儲けさせるためだけに、そんなことを、そんな法律を可決しようという国会議員はそれこそ恥をつれ。わしは怒っとるんだ。わしは絶対許さん、こんな法律を。多国籍企業から金をむしり取り、庶民を搾取する、これは典型的な TPP の構造と全く同じだぞ。 TPP に反対する諸君は絶対この法律にも反対してほしい。そうだ、わしはだな、そのための陳情書を用意した。諸君誰でも分かる TPP で検索してほしい。そこに子宮頸がんワクチン定期予防接種に反対しようという項目を設けておいた。ぜひそこをクリックしてほしい。そして厚生労働委員会に所属するいろんな国会議員にファックスをガンガン送りつけてほしいんだ。そしてなんとかこの法律を絶対阻止しよう。しかもアメリカのいくつかの州ではこの子宮頸がんワクチンの接種が義務化されておるぞ。義務化だぞ。 TPP のその原則は非関税商品の撤廃だ。日本でワクチンが売れないのは義務化しないからだ。義務化しろ日本も。こんなことをいつアメリカが言ってこないとも限らないぞ。こんなことになったら冗談じゃない。そうだそうだ、少女たちを犠牲にするな。少女たちを守れ。それは我々の役目だぞ。絶対反対しようみんな。今日は以上じゃ。はい、タル君ありがとうございました。本当に熱い思いのこもったお話でした。あの製薬会社は今日の話だけでもなくて、あの TPP にあのまさに入ってしまうと、その知的所有権ということで、大企業 の薬を作る製造プロセス自体に、知的所有権というものがかかりますから、どうなるかというと、安いジェネリック薬というのが今ありますよね。あのみんなやっぱ日本でももう薬高くて買えないという人はあの病院行かないとか、あの行ってもあのジェネリック薬の方を私たち普段選択したりしますけども、そういうジェネリック薬自体が非常に作りにくくなる。あるいは途上国では、まあ、エイズ
の問題が深刻で、本当に多くの人が、ジェネリック薬のおかげで、1日何ヶ月っていうふうに命を救われているんですが、それ自体が脅かされる。ですからそういう意味でマレーシアなんかはTPP 交渉の中でこの知的所有権の問題をめぐってはアメリカと真っ向から対立をして、要するに、企業のそのビジョン対、公共の医薬品へのアクセスという問題として戦っていますので、今日の話もまさにそういうところとも関係あると思っています。はい、それではですね、一分スピーチをもう最後の頃なので何人かいただきたいですが、どうでしょう、これが今日の最後のチャンスです。あ、なんか今ご指名がどうですか、いないですか。はいはい、今声が上がる、どうぞどうぞ。あ、はい、お願いします。じゃあ、あとはいって言った方いますよね。はいはい、はい、1分スピーチいきたいと思います。もう左翼も右翼も関係ないですよね。ここに来たら日の丸を持った人たちも、憲法改正っていう人たちも、原発反対っていう人たちも思いは一つなんですよ。日本は自立していかなければいけない、アメリカの下にいちゃいけない、そういうふうに思ってるのは一緒なんですよ。平和でありたいと思っています。でその平和を壊していってアメリカの植民地に行こうというのが TPP でありますから、そんなものに入っていっちゃ絶対いけないと思います。で今正義的な関税撤廃とか自民党言ってますけれども、自民党は当初言い出したのは自動車の、数値目的に反対、国民健康保険を守る、食の安全を守る、それとあと、ISD 条項、そして政府調達、これらの6つの項目ありました。今なんかそれがマスコミで言われなくなってきています。で我々はやっぱり自民党の人たちにも頼るしかないんじゃないかなと、これに関して思い始めました。民主党で頼れます、みんなの党、維新の場合全然ダメじゃないですか。やっぱり僕ら近くの自民党の方々にやっぱり自民党頼りにしてますからお願いしますと TPP に関しては言っていければと思います。そんな風にこれからも続けていければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。他の方どうでしょうか。いらっしゃらない。はいはい、どうぞ。あ、テストか。20分。どうぞどうぞ。短めに。まあでも、今自民党さんに頼るしかないんじゃないかという、すいません、さん付けで呼びたくなかったんですけどね。自由でも民主でもねえんだったら名前変えろって言いたいぐらいなんですけどね。だけどまあ、私最近気になってる動きあります。ラジオの番組やなんかでね、本当に農家の方をね、結構攻撃してるんですよ。例えば日本だけですよ、苗で田植えするような農業は、国際化してちゃんと種をばらまくような感じにしなきゃいけないですよ。だから TPP ですとか言って、それをしきりと農業と結びつけるようなラジオ番組やなんかを、最近職場ですごく耳にするんですよ。で、ここで私言いたいんですよ。私はもともと反原発の立場からと言ってますけど、本当に表を取れば私反新自由主義、反グローバリズムの立場から反 TPP なんですよ。もともとはそうなんですよ。で、私は遡れば小泉純一郎の民営化自由化叫んでた頃から私は反対なんですよ。で、この動きを私気になってるんですよ。あの時みたいに、郵政民営化の時みたいにね、敵、これが敵で我々は戦ってるから我々がかっこいいんだって流れに持ってかれちゃったら、また我々同じ失敗を繰り返してしまうんですよ。あの時やり玉に挙げられたのは特定郵便局長っていう非常に狭い範囲の人たちをやり玉に犠牲にすることでね、アメリカに大麻貢ぐシステムを作り上げやがったんですよ。今回はどうですか、農家の皆さんを犠牲に出した上でみんなのやり玉にして、生贄の羊にして、また同じことをやられたら元の木阿弥ですから。だからそこのところは本当にここでやってるのも結構なんですよ。
だけど本当に世間にそこのところは農業の問題だけじゃないんだっていうことを、一つ一つの生活に関わってる問題なんだっていうことを力強く訴えていかなければいけないと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました、もう一人ぐらいどうでしょうか。いらっしゃらないかな。はい、どうぞ。岩川と言います。某専門職やっています。私で DPP、 あ、残り1分も早速遺伝子組み換えですよね。今は全部表示ありますよね。それがモンサントのバカタレだよね。邪魔性とかほざいて、それ撤廃しようって言ってる。これだけでも、ヘルニーに反対したら十分な理由だと思います。これ一つとっても。身の回り買っていくじゃないですか、これ。普段の買い物から。そこから始めていってね、どんどん広げていきましょうよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他にどうでしょうか、いらっしゃらないですか。ではですね、もう最後の方なので、コールをまたやりたいと思いますが、さっき、議員会館に向かって、てくださった方のお名前をこっそり聞いたんですけど、丸尾さん、コールもできると伺ったのでいいでしょうか。ちょっと喉枯れ気味なんで、喉枯れ気味なんで短くいきます。テレビはいらない、雇用を守る。
豚汁も召し上がったりとか。豚汁美味しかったですか？生姜超美味しい。はい、豚汁マン、もっと言うとさらにいいものが次回出てくるかもしれない。豚汁マン、豚汁マン、あ、みんな美味しかったってね、皆さん美味しかったですよね。あ、もう食べてない。あの前半の方ちょっと味噌が薄くてごめんなさい。あの第2弾で その辺から加わった方ではちゃんと味がしたと思うんですけど、味の方の刺身の方は味噌が薄かったんですみませんでした。ごめんなさい。ちゃんと今度味見してからします。はい、はい、意外とあのきめ細かい対応を配慮して出しているということを皆さんご了解いただきたい。はい、じゃ あ, 最後実行委員の倉口さんからお願いします。どうも寒い中大変ご苦労様でした。そしてありがとうございました。1月8日に続いての行動ですけれども、実はっていうほどのことじゃないんですけど、総選挙後の国会の開会中に開かれたの第1回目ということで、本当に今日の行動は意義深いものがあったというふうに思います。この行動にですね、本当寒い中、今晩雪が降るんじゃないかという中ですね、トンチルマンの登場はありましたが、この寒い中ですね、今日は200名以上の方が参加いただきました。本当にありがとうございます。最後に私の方からですね、最近ちょっと怪しげな動きがあることについて注意を喚起しておきたいと思います。皆さん、20日過ぎにですね、日米首脳会議が行われるということは大体伝えられる通りですけれども、まあ、中にはですね、その時にはもう安倍さんは言わないだろうというような話がもっぱらに流れていますけれども、そう簡単にですね、安心しちゃいけないという動きを最近やっぱり気になっていることがあります。実は3日ほど前の NHK の朝のニュースの時に、日米首脳会談の日程をですね、報道する時に、この時に TPP 参加を言うかどうかが焦点だみたいなことを NHK は焚きつけてるわけですよね。ですからまだ終わったわけではないということをみんなで確認したいと思うんですが、これと符号を合わせるように、冒頭ですね、いらっしゃった方は聞いていますけども、自民党の中に、TPP 参加即時撤回を求める会っていうのが、まあ、200人を超えて、自民党の議員の中では過半数、まあ、優に超えたっていう、こういう動きがあることは、まあ、我々の運動にとっては非常に頼もしい側面であるんですけど、実は、一方、自民党の議員団の中に TPP 推進を、TPP 参加を推進するっていう議員連盟ができまして、来週ですね、その活動を開始するそうです。ですからこういう動きも実はあるということに、やっぱり皆さんも注視しながら、その議員のですね、動きを監視していくことを皆さんと一緒にやりたいと思います。今司会やってる内田さんと一緒にですね、この外でのいろんな活動と国会の中でどうやって連結進めていくかということを今模索を、新しい議員の構成の中で始めています。で、いろんな議員に今会っていますけれども、その中でもですね、ちょっと気になる動きがやっぱりあるんですね。というのは、その自民党の公約の中に聖域なき関税化である以上参加に反対しますと。じゃあ聖域なしというか、要するに例外を作ればいいのかと、例外を作ったら参加したらいいのか、こういう動きがまた一方であるわけですよね。ところが、その自民党の議員の中で本当に反対している議員さんには、自民党の公約っていうのは聖域なき関税撤廃だったら反対だけではないんだと、他の5項目あるんですよね。ですからこれは今言った聖域云々ってやつは6項目の条件のうちの1つに過ぎないんです。他の5つのことがあるんです。例えば ISD 条項には反対しますだとか、それから食の安全安心は守りますだとか、国民皆保険は守りますだとか、こういう項目もあるんです。ところがこういう項目があたかも議論されないで例外が設けられたら入ってもいいのではないかみたいなことがに利用されてるんですよね。なのでこういうことにも我々はですね、注意を払って運動を広める、本当に今何が議論されているか、どういう動きがあるかということをですね、本当に確かめながら運動をの職場や地域で
そして皆さんあの発言の中にもありましたけど、街角でいろんな人に話しかけることも含めてですね、運動を進めていきたいなということをお願いしたいと思います。この、艦隊マイアクションは、また来月、2月が28日ですから、ちょうどまた同じ日程ですね、4週間後3月5日に、3月の行動をしたいと思います。で国会もですね、どんどん進んでくる中で、また日米首脳会談が多分終わってるでしょう。そういう中でまたどういう局面になってるか分かりませんけれども、その運動の大義は我々の側にあるんだと、の日本の未来のために、あの本当に素晴らしい活動をしているのは我々の側にあるんだということに確信を持ってですね、本当に運動をさらに一回りも二回りも広げて、また、来月ここに集まるということをお願いしたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。一個だけインフォメーションですが、インフォメーションというか、ずっと官邸前でやってきまして、実行委員の中ではやっぱり財界にも一言言いたいという声が最初から相談をしてて、まだ日付は決まってないんですが、できれば、2月中はちょっと厳しいかもしれませんが、3月とか、そのぐらいの範囲で、官邸前からですね、あと別の日付で経団連前で、直接ですね、TPP 入れと言っている人たちに文句を言いに行こうと思っています。はい、皆さん来てくれました。ぜひ、はい、いや日程決まってないので、またウェブとかで告知しますが、ぜひやりたいと思ってますし、決算なんかからご提案もいただいてて、経産省のね、そこのテントでずっといる方々、それから脱原発のデモに来てる方々とも一緒にいろんな活動をつなげていきたいなっていうふうに思っていますので、よろしくお願いします。あ、こんにちは、こんばんは、トンジルマンです。トンジルマンは、今日でもう終わりです。お世話になりました。もうトンジルマンは、しばらく来ないと思います。その代わりに、来月まだ日程が決まってないということなんですけれども、3月5日、ここは決まっているということなので、3月5日には、バトンタッチをいたしまして、3月ということなので、おはぎマン、おはぎ、わかりますね、あんこときな粉とごま、3種類をおはぎマンが持ってくるということですので、ぜひですね、小さいお子様を連れてですね、おはぎを食べに来るように、友達も誘って来てください。足りるようにします。大体数が分かりましたので、経験を積んできましたので、すごい多いかもしれないでしょ、はい、増えるかもしれないでしょ、いっぱい来るんだから、いいでしょう、分かりました、受け入れます。3万個くらい作ってきます。その代わり3万人集めてきてくださいね。一言言っとくと、誰も手伝ってないんですよ。彼一人でこの給食部っていうんですか、なんか食材っていうんですか、なんか炊き出し部っていうんですか、やってるので、ちょっと今の話どんどんおはぎとか複雑になってくるんで、みんな手伝わなきゃいけないって今すごい焦ってます。もしお手伝いしてもいいよっていう方は、後でトンジルマンのとこに行って一緒にやりますって言っていただけますか。お願いします。じゃあありがとうございました、はい、失礼します。はい、すいません。